スイーツおじいちゃん。で、なんだこのキャラ。オーバンディエンス。というわけで、何の前触れもなく突然始まる自宅からお送りするシリーズでございますけれども、こんばんは、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日はこちら買ってまいりました。どうぞ。幸せスフレロール。こちらご覧ください。もうね、ロールケーキっていうよりかはね、ただのクリームが筒状になったものみたいな、そういった雰囲気ですよね。なんかふわふわすぎて、こう丸にできないから、この楕円になりましたみたいな、そんなフォルムしてますよね。いや、私ですね、声優に行くとね、自分へのご褒美みたいな時には、あのモンテールのロールケーキをね、たまに買ってたりするんですけれども、そちらね、モンテールのロールケーキがなくって、ドン・レミーさんのね、幸せスフレロールになってたっていうことでね、思わず買ってしまったんですけれども、こんな感じですよね。中にカスタードクリームも入ってますからね、それでは早速いただいてみましょう。はい、まずはこんな感じですよね。お箸で持つと伊達巻きみたいな感じに見えますよね。このふわふわな感じいただきましょう。うわ、これはね、本当に中のクリームがふわふわすぎて空気食べてんじゃないか、空気に味がついてるよこれみたいな感じで、口の中に甘さがほわーっと広がって、これはほんと、すいません、空振りしてしまいましたね。口に入れた瞬間もね、ホイップクリームがね、じゅわーっと溶けていくんですね。で、そのホイップクリームがだん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 溶けていった後に、このスポンジの部分の甘さが広がって、で、そのスポンジの部分もしっとりしていながら、じゅわーっと溶けていくんですね。結局何かっつったら、2つとも溶けていくんですよね。いやー、40歳独身、貯金なし、風呂なし、アパートに住んでるおじさんが幸せになんかなれるはずないって思ってましたけれども、これね、一口食べるだけで幸せになれる方法があったんですね。はい、というわけでこちら最後のね、起きて破りの2個食いして締めてやろうと思いますよ。2個重ねてもね、1個にね、歯ごたえっていうのがね、現れなくても、口に入れた瞬間溶けてって、こう最後の最後まで、おいしゃす。おいでしたね。はい、というわけでこちら完食です。わけでいただいてきましたけれども、いや、美味しかったですね。モンテールのロールケーキはもうちょっとね、こうね、歯ごたえがあると言いますか、本当のロールケーキといった感じなんですけれども、このスフレロール本当にね、ふわふわでね、食感
感大好きな女性なんかこれたまんないんじゃないかななんて思ったりしました。というわけで皆様もご興味ありましたらぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。なおですね、毎度おなじみこちらからピヨッとカード出てまいります。そちらに関連動画やアンケートなど添付してございますので合わせてチェックしていただけるとありがたいなと思います。そしてこの動画の最後、終了画面のど真ん中にチャンネル登録ボタン、竹永おすすめ動画なんかもありますので合わせて見てみてください。以上、ドンレミーさんの幸せスフレロール食べて幸せになってみた動画でございました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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